エスパルスドリームプラザは、静岡市清水区の複合商業施設で、清水エスパルスの運営母体である、静岡市の有力企業、鈴代の関連会社、ドリームプラザが運営している。清水港近くにあり、4階建てのビルで構成されている。1999年10月8日オープン。ドリプラの愛称で親しまれる。東側より撮影。2008年4月撮影。 まだ観覧車が完成していない。この他の施設として、P1 駐車場1階にライブハウス、サウンドシャワーアークがある。同2階部分はテナントスペースとして利用されている。ドリームパルチャンドリームプラザだけに登場するパルチャン。ドリプラの目の前に広がる海、ヨットハーバーから想像する水平さんの服を着ていて、背中にはドリプラの開業日にちなんだ背番号108が、 プリントされている。土日祝日等に施設内を散歩していることがあり、気さくに写真撮影にも応じてくれる。ドリームプラザに新店舗がオープンした際に遊びに来ることもある。ありがとうございます。